よっと。おい。なあ、赤目ってやつを知らないか。赤目さん。ああ、それやったら、ほら、あれや、駐車場の方に歩いてったで。急いでったらすぐ追いつくわ。どんなやつだ。特徴は。行ったらすぐわかるわ。早う行かんとどっか行ってまうで。赤目ってやつを探してる。聞いたことは。赤目さんに何の用や。さあな。ああ、なんやだ。悪気はねえんだ。ただ赤目を探してこいつを見せるように言われてる。な、ちょ待ておっさん、それ。こいつは何なんだ。なんや、あんた知らんのか。そうかいな。よかったら何なのか教えてくれ。さらわれた仲間探すもんだ。これだけが手がかりなんだ。何も知らん、あんたが持っとってもしゃあない。わしらがもらっとこな。ええやろ。どうやら聞く相手を間違えたらしい。えらい余裕やな。おまビビっとるんちゃうか。グラさんでよう分からんけど。やめとけ。お前らに怪我させるつもりはねえんだ。ええからそれよこせや、おっさん。口で頼んでるうちにな。警告はしたぜ。そらこっちのセリフや。まぬけ。じゃ拉致が開かねえ。開かねえんとこに案内しろよ。これ以上手間かけさせんな。そんな相手に凄むんやめえや。初めて見る顔やな。蒼天堀まで来てえらい度胸やん。仲間も連れんと一人でようやるわ。誰だ。そっちこそうちを探してたんちゃう。じゃあお前が赤目。まあな。そんなジロジロ見んといてくれる。ホームレスたちを仕切ってると聞いたんでな。もっと違う感じを想像してた。他にもいろいろやっとんで。うちは何でも や便利屋とか情報屋とか客によって呼び方はいろいろやけど。ほら、いつまでそのあんちゃん使うんどろ。で、うちに何の用や。あらまあ、その赤虎ってことはあんた渡瀬組の客やな。ああ、鶴野って男からあんたに
こいつを見せろと言われた。ああ、なるほど、了解や。オッケー、そしたらついてきてくれる？待てよ、こっちは何もオッケーじゃねえ。あんたは鶴野の何なんだ？手下ってことでいいのか？うちはそんなんちゃうって。鶴野さんとは直接会ったこともない、ビジネスだけのドライな関係や。なんだと？じゃあ花輪のことは？花輪？なんなんそれ。おい、冗談だろ。うちに何期待してたか知らんけど、まあ任しとき、ついてきて。ガキの頃、怪しい人にはついていくなと教えられたんだから。うちはヤクザとちゃうで。だからって仇とも言えなさそうだ。まそれはそうかもな。なんて読んだらええ？本当に鶴野から何も聞いてねえんだら。全然、うちは赤虎持ってる人をおもてなしするだけや。あんたこそ何も聞いてへんの？ああ、もてなしって何のことだ？へえ、そら脅かしがいがあるな。その赤虎はとある場所への通行証なんや。まあすぐ行けるところやないし、とりあえず腰落ち着けようか。上流だ。ん？俺のことは上流と呼んでくれ。改めまして、うちは赤目や。そんなら行くで、上流。ここは？うちの事務所や。普段は人入れへんのやけど、赤虎のお客やし特別。事務所って割にはボロいっちゅうんやろ。昔はオデッセイいうキャバレーの倉庫やってん。ま、汚いとこやけどどうぞ。生体認証。うん、後で上流も登録しとこな。どや、ここが赤目さんの事務所やで。まあ、例のとある場所に行かへんうちは好きに使ってええよ。外と随分印象が違うもんだ。あんまり羽振りええとは悪者に狙われるやろ。仕事柄裏の人ともつながってるし、用心のためや。何でも嫌だったな。法律も気にしねえタイプか。笑わせるわ、赤虎持ってる人が何言うてんの。まあのんびりしてて。あ、上流の名だけ登録させてな。そしたら自由に出かけてってええから。よっしゃ、これで完了や。もうええよ。かわいい目してんのに、なんでずっとグラサン？あんたただの案内人なんだろう。だったら詮索はなしだ。そんな意地悪言うんや。まあとにかくもう外に出てもええし、話の続きしてもええよ。うちはしばらくここにおるからな。さて、これからどうする、上流？あんたは何者なんだ、赤目。何でもや言うたやん。まあ合法非合法問わず大抵のことはやるかな。一番稼げてんのは情報屋の仕事やね。ホームレスたちの面倒を見て、代わりにいろんな情報をもらってる。それがホームレスを仕切ってるってことか。多分旗から見たらホームレスの支援してるとか思われてんちゃう。大阪は日本で一番ホームレスが多いんやって。そういう土地柄生かしたビジネス考えな、うちみたいな中小はやってけんのよ。
とある場所へはすぐに行けないのか。今からはちょっと無理やな。明日にしよう。それに行ったら最後、あそこは万全の体調で行かんと後悔するで。悠長にしてる場合じゃねえんだがな。まあとにかく、とある場所は明日のお楽しみや。今日はもうゆっくり休んだらええ。お前はどうすんだ。まだまだ酔いの口や。うちは仕事が山積みなんや。寝込み襲ったりせえへんから安心して。寝るときはそこのソファ使ってくれる？ゆっくり休めた？上流。ああ、おかげさまでな。昼に起こそう思ったんやけど、ぐっすり寝込んどったから。悠長にしてる場合じゃねえんだ言うてカッコつけてたのにな。謝った方がいいのか。ええね。そん代わり今日はちょっと立て込んどってな。例のとある場所に行くんはしばらく待ってくれる？悠長にしてらんねえのは本当なんだ。場所さえ教えてくれりゃ俺一人で行く。あかんって。あそこはうちが一緒に行かな。そない簡単なとこちゃうんやで。おい。そしたらな、上流、物は相談や。うちの仕事を手伝ってくれ。赤トラ持たされてるくらいや、腕っぷし自信あるやろ。仕事が早う片付いたらその分すぐとある場所行けるで。いい加減そのとある場所ってどうにかなんねえのか。なんなんだそこは。せやな。あそこは知る人ぞ知る VIP たちの秘密の遊び場や。通称キャッスル。キャッスル？普通に探したってまずたどり着けへんで。選ばれし者だけが出入りできる。例えば赤トラ持たされた人とかがな。どうする、上流、うちの仕事を手伝ってくれる？早うキャッスル行きたいやろ。足元見やがって。わかった。ならさっさと片付けてやる。よっしゃ、やっぱそうこうへんとな。ほんなら早速始めよう。うちはこの蒼天堀でホームレスの人たちを情報源にしてる。そのことは言うたやんな。そうだったな。そのメンバーたちから助けてくれ言われててな。最近ホームレスの人たちがちょっとずつ姿消してるって言うんや。どうも囲い屋がさらっとるらしいんよ。囲い屋？せや。ホームレスかき集めて彼らの生活保護費絞り取る連中。その手口はこんな感じ。まずそこらのホームレスに家賃ゼロ、三食付きで住まわせたるっちゅうて、狭い部屋に何人も押し込める。そんで生活保護費申請させて、なけなしのとこからさらにピンハネするわけや。特に何も知らんホームレスなりたての人たちが狙われる。貧困ビジネスってやつか。一遍囲われた人は通帳やら取り上げられて、もう逃げられんようになる。ひたすらゴミ屋敷みたいなとこに寝かされるんや。ほんまの意味での飼い殺しやな。で、お前は俺に何をしろってんだ。もちろんその囲い屋どもをぶっ飛ばして被害者たちを助け出すんや。それが人の道やないの？おい、
待てよ、そいつはどっかの組のしのぎかもしんねえぞ。蒼天堀のヤクザなら大抵近江連合の息がかかってる。もし相手が近江でもやんのか。当たり前やん、こんなん関西の極道がやっとるなんて恥やで恥。ケツ蹴っ飛ばして蒼天堀から追い出したる。ずいぶんと威勢がいいな。じゃあその囲い屋は何人くらいいる。仲間は俺たち二人だけか。ん、囲い屋潰すんは上流一人でやるんやで。うちはその後の面倒見るんが仕事やないの。おい、なんだと。ったく、やっとわかった。お前最初からそのつもりで俺を連れてきたな。まあまあ、義を見てせざるは言うなきなりって言うやろ。その辺できとる人やないとキャッスルには入られへんで。そうかよ。じゃあさっさと囲い屋の場所を教えてくれ。挨拶がてら殴り込んでくる。さすが赤虎の男。場所は大まかにしか分からへんのやけど、囲い屋らしき連中は蒼天堀の橋降りた川沿いあたりによう出るんや。じゃあ屋根壁のあるぬくい家の中で寝起きできるんやで。犬猫やないんや。人間様がこんな寒空の下で寝とったらあかんって。あれかたいわ、騙されと思って一遍ついてきよ。そんな、わしは別にここでええし。あんたのために言うてんねんで。うちなら他のお仲間もいるし寂しない。せやけど、そないうまい話に飛びついてええことなかったさかい。わしは今こんなんなってるんや。やり直せるもんならやり直したいで、ほんま。くそが、ええ加減にせえよこら。何遍同じこと言うとんねん。さっさと来い言うとるんや。
なんやこれおっさん。お前ら囲いやが、ずいぶん大っぴらにスカウトしてんだな。せやったらなんやねん。囲ってるホームレスたちはどこにいるんだ。彼らを解放してもらう。誰やお前、正義の味方気取りかいな。だったらどうする。わしらは近江連合のもんやで。今ここで頭下げるんやったら金で済ませたるわ。さもなきゃ。お前らに下げる頭はね、さもなきゃの方で話を進めてくれていい。上等やないか、おっさん。ええやろ、ぶっ殺したな。ホームレスたちはどこに囲ってんだ。それは近江の極道も質が落ちたな。ホームレスもなけなしの金まで狙ってどんだけ腐ってやがんだ。余計なお世話や。囲った人たちをどこにやった。歯が全部揃ってるうちに話した方がいいぜ。四つ寺会館、小区町西にある、あそこの2階だ。分かった。じゃあしばらく寝てろ。おきに、おかげで助かったわ。ああ、さっきのやつら近江連合を言うてたで。あんた大丈夫なのか。この町に長居する気はないんだな。あんたは。え、もし頼る当てがないんだったら、赤目ってやつを知ってるか。この辺でホームレスたちの面倒を見てる。いや、わしゃ最近ここ来たばっかなもんで。人に聞いて探せばすぐに見つかるはずだ。その気になったら頼るといい。赤目ですか。ああ、じゃあな。Let's go!
うございました。おい、何勝手に入ってきとんねん。ここは関係者以外立ち入り禁止や。寝ぼけとるんか、おっさん。ここにホームレスが押し込められてるって聞いてな。このフロアが全部そうなのか？あ？おい、おかしな客が来とんで、わけのわからんこと言うとるわ。どこのどなたか存じまへんが、どうぞお引き取りを。この部屋、外から鍵かけてんだな。中にホームレスを閉じ込めるためか。なんや、面倒なお客やな。人んち来て説教垂れんなや。ぶち殺されんで。何しとんねん、我。長いこと換気もされてね。どれ、ずいぶん勝手な真似するやんけ。覚悟できとるやろな。本気で勝ってこいや。ずれ。うわ。へ。どこ。シンボル。気集めたもんだ。こんなことしてただで済まんぞ。
わしらは組の人間や。近江連合やぞ、こら。そのコッパだろ。よほど食い詰めたと見えるな。こんな忍びに手出しやがって。近江連合だったらなんだ。上にでも泣きつくか。だがいくら弱小の組でも、たった一人に潰されたとあっちゃ、もうここからは出歩けねえ。おまけに近江の看板に泥を塗ったんだ。騒ぎにしてバカ見んのはお前だったぜ。あんた何もいや。おとなしく囲った人たちを解放しろ。今日のことはここだけの話にしといてやる。こいつはお前らのために言ってんだぜ。素晴らしいで、上流。エクセレントや。赤目、よくここが分かったな。上流ならそろそろ片付くと思ってな。外まで囲い屋さんらのお悲鳴聞こえてたで。なんやこの穴。ああ、ホームレス食いもんにしてるくせにうちの顔も知らんのかいな。ったく、勉強不足もええとこや。やかましい。わしらホームレスに寝床と食いもん支援しとったやで。それの何が悪いんや。ああ、悪いに決まっとるやろがい。都合のええこと抜かしよってこの三下、こないゴミ屋敷に行産詰め込んで何が支援や。勝手に外にも出れんようにして、せやったらお前が代わりに入ってみ。囲ってた皆さんの通帳、身分証、書類もろもろ全部出せや。せやないとまた上流の鉄拳を食らわすでな。ああ、そういうことだ。いやー、上流めっちゃ強いんやな。おかげさんで罪なき人たちをいっぱい救えたわ。本当に救えたんならいいがな。ん？どういう意味？まさかボランティアでやったわけじゃねえだろ。今度は囲い屋に代わってお前があの人たちを食い物にする気か。いややな、うちはそんなんちゃう。真っ当な支援が受けられるようにちゃんと手貸しますって。どうだかな。あのな、ちょっとうちに誤解があるようやからしっかり言うとくで。うちがホームレスの人たちを食い物にすることだけは絶対にありえへん。あの人らには昔個人的な恩義があるもんでな。それをあだで返す、人の道に外れるわ。そもそもうちが何でもやとか情報屋とかやってんのもその恩返しが理由の一つ。うちを受け入れてくれたこの町やみんなのためお役に立ちたい一心や。もちろんそれでぼちぼち稼がせてもらってんのは否定せえへんで。あんたが昔ホームレスに受けた恩義ってのは何のことだ。それはまあもうちょいあんたとの距離が縮まったらいつか話すかもな。なるほど。信用がないのはお互い様か。今回助けたホームレスの皆さんには見返りとしてうちのお仲間になってもらう。でさらに充実した赤目さんの情報網は彼らをより安全に守ることだってできる。つまりそれってウィンウィンの関係ちゃう？今までもそうやって情報網を作ってきたわけか。せやけど今回は一気に大量や。上流のおかげや。約束通りキャッスルにご案内するな。やっとだな。とその前に。ん？なあ上流、あんたやっぱり大した腕っぷしやん。だから頼むわ、これからもうちの仕事を手伝ってくれへんな。お前の仕事を？うちは仕事を来るもの拒まずの何でもややね。
けど業務によってはどうしたって向き不向きっちゅうんがあるやろ。重流のパンチ一発で済むのをうちがペシペシビンタ100発食らわしてゼーハーすんのも頭悪いやん。もちろん芝生相手はさっきみたいなクズに限るし、世のため人のためのお仕事や。俺は用事が済んだらすぐに蒼天堀を出ていくんだ。そうな。だからその間だけでよけりゃ手伝ってもいい。お、ほんまに？ええって。そしたら早速なんやけど、キャッスル行くまでもうちょいお仕事頼んでもいい？おい、なんだと？分かってるって、急いでるんやんな。けどこっちの支度もあるし、出発は夜になってからや。それまで少し時間あるし、ちょっとだけうちとお金稼いどこな。はあ、夜までだな。いやー、しびれるわ。ほんまお気に。アンナ、せやね。あのね、アンナ、せやね。せやな。頼むわ。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。
ございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ございました。
頼むわ。おい、頼むわ。しばらく寝てろ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ケイと申します。よろしくお願いします。私アメリカ生まれなので、日本語とかちょっと発音分かりにくかったらごめんなさい。十分自然だと思うぞ。え、本当ですか？日本語で話したくていっぱい勉強したんです。何がいいですか？この間お友達と居酒屋行ったんですよ。そこで初めて食べたものがあるんです。なんだと思います？
明太子だろ。大正解。魚の卵って本当美味しいですよね。ちょっと見た目怪しいですけど大好き。蒼天堀ではみんな関西弁話すんで、時々何言ってるか分かんない時があるんですよね。日本人でも分からない時がある。そうだったんですね。英語も地域によって全然違いますから。そうですよね。Got a present? Thank you.今日とっても楽しかった。ありがとうございます。あのね、よろしゅう頼んますわ。もしもし、すみません。
鍵か。そうやな。おい。
ああ。おう。おい、いや、頼むわ。
ああ、おう、そうやな。おう、ちょっとええか。いらっしゃいませ。いただきます。気に入ったぞ。よし、行くか。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
か。いいよ。が上流やな。赤面、そろそろキャッスルに案内してくれ。オッケー。いや、待たせて悪かったな。上流が大阪に来たんはこのためやもんね。一応理解はしてくれてたんだね。当たり前やん。ただ行く前に一つ聞いときたいんやけど。なんだ。上流、高いとこ平気？
あの船かなりでかいな。ただなんでキャッスルなんだ。よくぞ聞いてくれました。船に降りたらすぐわかんで。一番奥のやつキャッスルやろ。大阪城。そう、巨大コンテナ船に大阪城を持った大人のアミューズメントパーク。ここに出入りできるんは指折りの VIP だけなんやで。この船のオーナーは近江連合本家でな、海外の使い古しを二束三文で買い叩いたっちゅう一品ですわ。今は近江の貴人会っちゅう組が仕切ってるんやって。貴人会。昔から近江の汚れ仕事専門にやってるって噂の極悪ヤクザ組織や。ここの売りは無制限の自由っちゅうとこかな。飲む使うは当たり前。遊びに来てる VIP の方々は何をやっても許される。ただしスマホの持ち込みは禁止や。うちらもさっき預けさせられたやろ。撮影録音が OK やったらお客さんは自由に遊ばれへんからな。法の目も届かねえってわけだ。そういうことやね。昔は会員制の高級クラブとかやったらそれだけで秘密は漏れんかったけど、今は国民全員スマホ持ちの総ジャーナリスト時代。そこで変態の心をつかむ近江の極道が新たなビジネスを立ち上げたわけやな。例えば特殊な性癖をお持ちの VIP 様はここで欲求を満たしていく。スピードが落ちてきたな。さあもっとムチを入れて。いいの？じゃあ行くよ。もちろんだ。思いっきり乱れちゃっていいからな。わかってる。欲望をぶつけられるんは大抵ギャンブルで首が回らんようになった連中や。最後の一発逆転狙って結局それにも負けたお人たち。せやから景気の悪い時ほど補充に困らんみたいやわ。でさらにもっと派手なんが見たいお客さんにはあれや。闘技場か。ローマの昔から客を沸かすんは流血の殺し合いっちゅうわけ。せやけど夢もあるんやで。ボクシングの元世界チャンプやら伝説の格闘家に幻の殺し屋傭兵金メダリスト。そんな連中に VIP が大金を張り合うから戦士の稼ぎもでかいんや。赤目、ここの仕切りは貴人会って言ってたな。渡瀬組は何も噛んでねえのか。渡瀬組？持ち噛んどんで。あそこの闘技場は毎晩イベンターを近江の組が持ち回りでやってるんや。でなんと今夜は奇遇にもその渡瀬組の番やね。なんだと？上流が持たされてた例の赤虎な。あれは闘技場出場のチケットなんや。力さえあったらなんぼでも稼げる夢のリングへの特急券。せやから裏社会に持っていくと結構な値がつくんやで。うちの役目はそれを持った人をキャッスルの闘技場へ案内すること。裏社会でも絶大の信頼がないとできん。こんなん任されてんの大阪ではうちだけや。お前
なんでもっと早くそれを言わなかった？だって上流、赤虎の意味知らんかったやろ。普通はみんな喜んでくるんやけどな。もし闘技場はいやいやってこねられたらうちの責任やね。けどもうここまで来たら船出られへんし。やってくれたな。大丈夫やって。あんたかて腕を見込まれて赤虎渡されたんや。まあ最初は前座やけど、上流やったらきっと選手になれる。そん時は渡瀬組の人からどえらいご褒美があるはずや。もしかしたらそのプレゼンターが鶴野さんかもな。なんで手間暇かけて仲間に引き込まなあかんのか。証言してもらわんことにはいい加減こっちもアホらしゅうなってくる。なるほど、そういうことか。なあ上流、もしかしてうちのこと怒ってる？いや、むしろいろいろガテンが言ったとこだ。するのは俺を試す気でいるらしい。だったら乗ってやるさ。そして必ず後悔させてやる。よう分からんけど、うちに怒ってないやったらオッケー。で、どこに行けば闘技場に出られる？あの闘技場入るとこに受付がある。行ったらすぐ分かるわ。ん？なんだよ、お前はここまでか。キャッスルはうちも選手同伴やないと来られへんから、ちょっとだけ見物しに行かせて。後で合流するな。ええやろ？分かった、好きにしろ。そうないすねた声出さんでもええやん。ほなまたな上流、一人で受付済ますんやで。よう無事につけましたな、キュウリュウさん。いや、上流でしたっけ。お前は獅子道、そう呼ばれていたな。今日は顔隠さなくていいのか。ええ、ここでは近江連合の力が法です。心配ご無用ですが。するのはどうした？花輪さんの面倒を見てます。最初は俺が世話しとったんですがね、ちいと可愛がってたら殺す気か言うて取り上げられてもうた。難しいもんですな。生き物飼うっちゅうのは。てめえ、仲間死なせたくないんやったら闘技場へお越しよ。あそこを生きて出られたら花輪の居場所を教えします。がっかりさせんでくださいよ。鶴野の頭も期待してますんで。花輪は返してもらう。その後お前らにもたっぷり礼をしてやる。あの人は鬼人会の会長、三代目西谷誉です。このキャッスルを仕切る近江連合の大幹部。若くして金とカリスマと大した殺しの腕をお持ちです。まさに関西極道の鏡や。俺にはどうでもいい話だ。いつまでもお前らのお遊びに付き合うつもりはねえ。そうですか。ほな俺はもう行きますわ。せいぜいお客さん盛り上げたってや。なんや上流、お友達でもおったんかいな。そう見えたんならお前の鈍さも大したもんだ。冗談やって。
それより闘技場の受付済ませた？まだこれからだ。ほんま上流はうちがおらんとなんもできんな。ほなうちに任せとき。こっちや。毎度グラディエーターのお届けです。お待ちしてました。赤目様、出場の資格はお持ちで？おめでとうございます。大きなチャンスを手にされましたね。登録は何というお名前にしましょう？上流や。かしこまりました。よっしゃ、これでスタンバイ OK やな。せやけどリングに上がるときはグラサン外した方がええで。ああそうか、そいつはまずいな。なんで？顔を見られたくないっちゅうこと？ああ覆面がいる。どっかで手に入れねえと。あの上流様、よろしいでしょうか？ん？先ほど渡瀬組の獅子堂様からこちらをお渡しするようにと。なんやこれ、プレゼントかいな。そのように受けたまわっております。あの野郎、完全におちょくられてんな。上流、他にいくらでもあんだろうに、なんでこれなんだ？まあ上流がこれかぶって戦うのもシュールでおもろいけど。そうか、他に準備がお済みでしたらいつでもお声掛けください。上流様、ええ、はい。上流様。ああはい。皆さん楽しんでいただけていますでしょうか。今宵はこれまで死者5名。そう、まだまだ血が足りません。そこで本日のイベント、渡瀬組プレゼンツ、歴史的な極道の構想、三連戦で再現いたします。三連戦、何が始まる？知るか、俺たちは前座のカマスイヌだ。説明なんざ、毒にされやしねえ。獅子堂よ、あの5人渡瀬組で集めてきたんだろう。いっぺんに死なせちゃっていいのか？今夜のキャッスルを盛り上げるためですわ。それに全員がやられるとも限りません。へえ、なんか面白いのでもいた？ええ、期待の新人が一人。20世紀の終わり、大阪、近江連合の目をかすめ人々を苦しめていたのは国際犯罪シンジケート、ブルードラゴン。この世に町への無差別放火を企てていた。そこへ現れたのが若き日の
組長だ。くそ、こっちは丸腰だぞ。あのデカブツが渡瀬役ってことか。渡瀬組独立の創設、ブルードラゴン壊滅作戦。我らの渡瀬組長、甘っかな花を咲かせます。マジか、こちらなんか無理だろ。ハンデをやる必要はなさそうだな。来い。覚悟はいいか。組長倒れる。歴史が変わってしまいました。よう、獅子堂、あいつだろ、期待の新人。へい。せやけどまだまだこれからですわ。さあ、歴史的な極道の戦い、次なる構想は2005年、カムロ町。登場会を手中に収めんとする凶悪な極道、錦山明。無造無造の暴徒を煽り、いつしかカムロ町は暴力の渦に。暴徒たちの狙う男はただ一人、伝説の極道、堂島の竜、桐生一馬。手加減はしねえ。死にてえやつだけかかってこい。人をおちょくってやる。さあ皆さん、傘はお持ちでしょうか。血の雨が降ってまいります。ご注意を。Yeah!
あいつがそう呼んでくれ言いますんで、本名は言いてくれんのです。へえ。次はあいつを気流役にして伝説の喧嘩を再現しますわ。2006年冬、ある事件が起きていました。近江連合史上最強と謳われた伝説の極道が突然姿を消したのです。彼の名は近江連合直参合流会二代目会長郷田隆二。その夜、神室町で郷田隆二と桐生一馬、東西の龍が激突したと言われています。闇に葬られました。実は消えた郷田隆二は今もどこかで生きているのではないか。もしかすると今夜この場所に。さあ、リングが上がっていきます。先ほど桐生一馬を下した戦士上流新たに道島の竜を演じます。ついに3戦目、もはや逃げ場はありません。食うか食われるか、伝説の極道頂上決戦が今皆さんの前でよみがえります。
見た目だけはいい線いってたがな、あいつは虎の意を狩るなんてなね、死んでもやんねえ。粋な出し物だったじゃねえの、シシド。やるな。恐れ入ります、会長。渡瀬組はよく見つけたよ。まだいるんだな、あの強さで。無名の男ってのがさ。この闘技場があるおかげですわ。ここは金と力を呼び寄せる魔界屋を持っております。お前おべんちゃらうまくなったよな。育ち悪いくせに。ありがとうございます。ほな、俺はイベンターのお役目がありますんで。見事なショーでしたな、桐生さん。ほんま、しびれましたわ。こっちは約束を果たした。さっさと教えろ。花輪はどこにいる？まあ、そう慌てんと、お祝いを言わせてください。ちょっとぐらいおしゃべりに付き合ってくれたって、ええやないですか。この景色、どないです？きらびやか、ゴージャス。どん底におった俺には、眩しすぎる光の街や。15の時、俺は親に捨てられて、こことは別の闘技場にぶち込まれてました。解消なしで、借金まみれのおとんは、何でも金にしよるもんで。今頃はどっかでノータルジンドルやろな。そのせいで俺は似たような年頃のガキどもと殴り合い、殺し合いさせられる毎日。鬼人会の消耗品ですわ。生き残るには強なるしかなかった。もっとも強なったとこで気まぐれに殺されることもある。強さと幸運、どっちか一つでもなくしたら途端に死んでまう。他の誰かにいつ命を握りつぶされてもおかしない。こんなん笑って話せるようになったんはやっと最近の話です。ならお前にとって鬼人会は悪夢そのものじゃねえのか。その割に会長と随分来やすいように見えたぜ。今はそれなりに口聞ける立場になりました。鶴野の頭が俺を拾い上げてくれたおかげです。何十年と地べた張ってきた俺の力をあの人が見つけてくれた。まさに地獄に仏や。獅子堂いう名前は杯の時渡瀬の親父につけてもらった名前です。クソまみれの過去全部捨てて生まれ変わるために。あんたは俺と違うでしょう、桐生さん。あんたの過去は堂島の竜や。喧嘩最強、仁義と男気にあふれた伝説の極道。まばゆいばかりの人生を歩まれてきた。せやったらこそこそ死んだふりなんぞせんで堂々と名乗り出たらええ。花輪さんのことも大道寺のことも全部忘れて好き放題やりましょう。桐生一馬よみがえらせて俺らともう一肌咲かせましょうや。あんたかてほんまはそれを望んでるはずですな。あせやろうか。そんなもんちっとも望んじゃいねえよ。ああ、もうお前
前のおしゃべりには十分付き合った。どうしても続きが話してんなら花輪を返してからにしろ。そもそも話す相手を間違えている。俺は桐生一馬じゃねえ。頑固なお人やな。それとも大道寺のしつけがよほど身に染み込んどるんか。どうやったらそこまで飼いならされるんです。さっさと花輪の居場所を教えろ。これ以上時間を無駄にしたくねえ。さいですか。しゃあないな。約束は約束や。花輪さんは蒼天堀の一角に監禁されております。第三並木ビルっちゅうのを鶴野の頭がアジトにしてましてね。そこであんたを持ちかねや。組でもえりすぐりの兵隊たちと一緒にな。おとなしく花輪を返す気はねえってことか。親父も頭もあんたに力借りたい言うてるんや。せやけど頭、これを最後の交渉にするつもりです。あんたにはこんな風に言いつかっとります。花輪さんを取り返したければ力ずくでどうぞ。お前は？あんたとやり合うときは試合明けのハンディ抜きやないと。後で言い訳にされてもつまらんしな。ならせいぜい首を洗って待ってろ。花輪を助けたらあいつがやられた分だけきっちり返しに行く。楽しみにしてます。あんたは俺の獲物や。頭にやられんでくださいよ。よー、待っとったで。ご褒美はどんなんやった？うちかてここまで世話したんや。ちょっとお裾分けしても罰は当たらんのと違う？何も受け取ってねえ。それより蒼天堀に戻る。え？なんで？ほんまにご褒美なし？話はヘリの中でしてやる。とにかくすぐにここを出るんだ。わかった。なんやシリアスやな。そしたら準備させるから先にヘリポート行ってるわ。上流も準備できたらすぐ来や。もう支度済んだ？そう、オッケー。キャッスルにはまた好きな時に来れるからな。言うてくれたらすぐヘリ飛ばしたるわ。あんたはもう闘技場のスターやしな。ほな、蒼天堀に戻んで。
こっちの要件は分かってるはずだ。花輪はどこにいる？最上階で頭と一緒におりますわ。けどあんたにはまずこいつらが失礼のないようしっかりおもてなししますんで。バットと鉄パイプでか。せっかくだが本気で俺をもてなしてんなら数が少なすぎる。おもろいの大口叩きよる。わしらにしてみたら頭はあんたを買いかぶりすぎや思いますわ。桐生さん、口喧嘩で勝つつもりはねえ。せめてそれぐらいはお前らに譲ってやる。その前にわしらへの挑戦権手にしてもらおうか。こいつら倒せんようじゃ話にならんさかいの。おう、わしらに気使うことはない。お前らで始末つけて構えへんで。いつでもいいぜ。来い。
そやけどここでしまいや。兄貴をやったやつや。お前ら行くぜ。今逃がさへんで。
来たの。せやけどそろそろおねんねの時間や。Here!
花は。早かったですね。もっとのんびりでも私は全然平気でしたのに。もう大丈夫だ。よく頑張った。やっぱ伝説の竜いうのは伊達やないな。獅子堂から聞いております。ついさっきあの闘技場を勝ち上がってもうここに。鶴の、ずいぶん花輪を可愛がってくれたな。あんたがもっと早う俺らにつく言うてくれてたら、こんな痛い思いせんですぐあの家へ送ったりましたのに。俺はこれあんたのせいや思いますわ。桐生さん、ふざけるな。お前にはきっちり落とし前つけてもらう。俺らにつく気はないんやな。ずっと大道士に尻尾振って生きていくわけや。そっち行ったとこであんたはこの先何も手にできん。ほんまにそれでええんか。人の心配してる場合じゃねえだろ、鶴。お前の人生だってここでもう先がねえかもしんねえんだぞ。ほなしゃあないな。よし行くぜ、やってるれ。へいしゃあ。Yeah!
あなた一人で助けに来てくれたんですか？言いにくい話なんだがよ他にあんたを助けようってやつはいなかったんだ。まったく礼を言わなくてはならないようですね。あなたは命の恩人です、上流。まだこれで終わりじゃねえ。なんであんたがこんな目に遭わなきゃならなかったのか、あいつから全部吐き出させてやろう。たっぷりお前をもてなしてくれた礼も兼ねてな。それはいいですね最高です。鶴野、聞きたいことは山ほどあるが、まずはっきりさせときて、お前らのバックにいるのは本当に渡瀬なのか？まだそこから疑われとったんですか。用心深いことで、俺は正真正銘渡瀬組の頭や、親父からはこう言われてました。今こそ桐生さんの力が必要やと。大見連合と、それから登場会のために。登場会のため？どういうことだ？あんたにとっても無関係な話しちゃいます。せやけど部外者のおるとこでは話せん。部外者？それはご挨拶ですね。ここまで痛めつけておいて、まだ私を部外者と。やったのは全部獅子堂やってやろ。俺は止めんかっただけや、はあ、これだからヤクザ嫌いですよ。まあわかりました。何にせよ一旦場所を変えましょう。蒼天堀にもいくつか大道寺のアジトがあります。今度は私が聞く番ですが、覚悟してくださいよ鶴野さん。誰かがあなたを痛めつけても私だって止めません。それでお合子ですもんね。桐生さん、これが正真正銘最後のチャンスや。うん。大道寺の首は外すんやったら、そいつの口を塞ぐんや、今ここで。そしたら後のケツは俺と親父で持ちます。この先一生そんな奴らの言いなりでっか。そんなんが堂島の竜と呼ばれた男の末路かいな。お前らは俺に何をやらせたいんだ？それは近江連合と東条会、この二つを解散さすんです。うちの親父と東条会の六代目堂島大吾、二人の共同宣言って何？そんためにあんたの力が必要やと親父はそう言うてる。どういうことなんです？親父が来月出所を控えてるのはご存知で？そういえばそのくらいのはずでしたね。無所を出たら近江の本部で大阪中の組員に迎えられます。そこであの人は警察に当てて近江連合の解散を宣言する。今潜伏中の東条会の幹部たちも来る手はずや。そんで両組織の同時解散を宣言する。渡瀬がそれを望んでるのか？大吾たちもだが、なんで？もう極道の実態は
暴対法の包囲網でニッチもサッチもいかん。末端の組員が一人暴走しただけでトップがパクられる。使用者責任や言うてな。実際うちの親父も今それで無所におる。警察や政治家の人睨みで檻に放り込まれるんや。いずれ極道の大門は奴隷の証と変わらんようになるな。だからそうなる前に組の解散。そうです。群れごと首をはめられたら最後。それはもう二度と外せん。極道たちはみんな歯向かうことも逃げることもできずに先細って終わるだけや。東条会の六代目も同じ考えを同じ時期に持ったけど、何万にも膨れ上がった組織を一斉に解散させるとなれば大荒れや。反対する奴らも山ほど出てくる。日本一でかい大門しょった極道たちがや、到底抑えきれるもんやない。ただ伝説の竜と呼ばれるような男がおったら少しは話変わるかもな。おあいにくですが、桐生一馬はもう亡くなっています。そうですね、上流。それともやはり私の口を塞いで鶴野さんに乗りますか。もしあなたがその気なら私には止めようがない。約束します、桐生さん。近江連合最後の仕事や。大都市出し抜いてあんたをもう一遍死んだことにします。そしたらあんたは自分の人生を取り戻せる。悪い話じゃないでしょう。沖縄の子供たちともまた会えるように。うるせえ。もう黙れ。桐生さん、花輪を殺すなんざ問題外だ。お前の話に乗る気もねえ。それと二度と子供たちのことを口にすんな。あいつらは俺たちと何の関係もねえ。花はこいつで大道寺に無事を知らせろ。それでもうこの話はしまいだ。ええんでっか、ほんまに。いつか必ず後悔しますぜ、桐生さん。もう黙れと言ったはずだ。鶴野にはしばらく蒼天堀のうちのアジトで尋問を受けてもらいます。その話によって大道寺の渡瀬への対応も変わってくるでしょう。ああ、あなたは少し休んでから来てください。お疲れでしょう。アジトの場所はまた後で連絡します。珍しく優しいんだな。命を助けていただきましたのでね。ですが一応聞いておいてもいいですか。うん。さっきの状況では鶴野と組んで私の口を塞ぐことはそう難しくなかった。私のような日陰者が姿を消してもまず表に出ないでしょう。すると渡瀬組の提案は決して悪い話ではなかったはずです。また沖縄の子供たちと会えるようになるなら、あなたは私を見殺しにするだけでよかった。なのになぜ助けてくれたんです。俺は大道寺に向かって自分から死んでやるって啖呵切ったんだ。もうこの先の人生に何かを望んでいい立場じゃねえ。そんな俺のために他の誰かを死なせらんねえだろう。
さすが伝説の極道。一度決めた筋は必ず最後まで貫き通すというわけですね。そんなんじゃねえ。だが俺の周りにはそうやって自分を貫いて死んでいった人たちが大勢いる。いつかあの世でその人たちに会った時、恥ずかしくねえようにしときて。もう俺にできるのはそれくらいのもんだ。なるほど。今ので答えになってたか。ええ、十分です。お引き止めしてすみませんでした。改めてゆっくり休んでください。わかった。ただ今さらですが、くれぐれも人目を引かないように。ここは近江連合のお膝元です。あなたの顔を知る人間も多いでしょうか。お願いします。お？ああ。よそ
みしている暇はないよ。素晴らしい。ようこそ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。上流待っとったで。あんたの体が空いとったらこっちは頼みたい仕事がいくらでもあるんや。俺はずっとさらわれていた仲間を助けたとこなんだが、まあ体は空いてる。さすがやな。そしたら早速やけど、実は今キャッスルの闘技場で上流コールが起きとる。ん？なんだそりゃ。あんた目の肥えたキャッスルの客に認められたんや。ニューヒーローとして歓迎されとるっちゅうこっちゃ。今度は前座のカマセイヌとちゃうで。あんたはスター選手としてあの闘技場に求められとる。対戦相手は世界でも指折りのガチ勢や。地下格闘技で言うたら世界最高峰と言ってええやろ。これ聞いてどないや、上流。あんたも生粋の戦う魂を持つ男。またキャッスルのあのリングに戻らずにはいられんな。せやんな。まあ確かに嫌いじゃねえよ。だが俺が蒼天堀でやることは大体済んだしな。わざわざあんたにヘリ出してもらってまでキャッスルに行くのは悪い。そんなあかん。何遠慮しとんねん。キャッスルのお客さんたちはみんなあんたが来んのを待ち望んでるんやで。こんなに人から求められることなんてそうそうないわ。うちもあんたの戦う姿がまた見たい。せやからええやろ。今からすぐまたキャッスルに行こう。今からすぐって急に何なんだ。それが
実はうちな、闘技場の受付に上流はメインイベントにも出ますって契約してたんよ。なんだと？いや、わざとやないねん。けど受付で登録した時の書類にちっちゃく書いてあったんや。せやから上流には少なくとももういっぺん戦ってもらわな、うちが違約金払わなあかんな。頼むわ上流、うちの顔立てるためと思って。そうか、しょうがね、わかったよ。じゃあまたそのうちにな。それもええやけど、今まさに上流コールが来てて、今夜行ったら特別ボーナスが出るんやって。なら今すぐ行った方が断然お得やないな、な。どうやらマジで行ってるみてえだな。あんな、せやね。いや、あのね、はあ、あかん。おう、
おう。いや。あのね、せやね。あんな？お客様、ん？よろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。いえ。
客様。ああ、うん、ええ、またお越しください。ああ。いらっしゃいます。どうするかな。どうするかな。いらっしゃいませ。ありがとうございます。上流様。ああ、はい。
上流様。あのね、ん、あんな、せやね、はい、少々よろしいでしょうか。ええ、はい、ほんまに？いえ。兄貴。いや、いや、堪忍な。あの、はい、せやね、ええ、はい、せやな、あの、ん？
よろしくお願いします。はい。ジャーリュウ。ん？ありがとうございます。はい。ええ。せやな。よろしくお願いします。はい。上流。その通りです。おい。おい。
ああ、おい。え？ん？ああ、あ、上流様。ああ。ええ。せやね。上流様。
上流様。はい。ああ、お願いします。おい、はあ、ああ、いや、いや。ああ。お？ん？ああ。お。
アンナ？せやね。あのね、せやな。あんな？あのね、おう。何？ああ。
大きにな。どうしてる？特に問題ありません。おとなしいものですよ。分かった。俺もそっちに向かう。上流、こちらへ。ああ、大道寺は蒼天堀にもこんなアジトか。全国主だった町には大抵ありますね。ただ普段からこんなに人が詰めているわけじゃありません。我々にとっても緊急事態なんですよ。あなたの生存がどこまで近江連合に嗅ぎつけられているのか、そしてこの状況にどう対処すべきか検討中です。するのもここにいるんだな。ええ、あちらの取り調べ室に。別に手荒く扱ってはいません。もちろんこの先もずっとそうかといえば保証しかねますが。あれから何か聞き出せたか？いえ、あなたと一緒に聞き出した以上のことはまだ。よく無事に帰ってこられたな、花は。ご心配をおかけしました。しかし、いつ大阪に？あなたを呼んだ覚えはありませんよ、吉村さん。主任からお前を補佐するよう言われてきたんだ。そう邪険にするな。あんたは保身が先走って仲間を見殺しにするやつだ。歓迎されるとでも思ったが。花は救出についてはご苦労だったな、上流。ただし組織の命令に逆らった事実は残っている。特に俺の記憶からは絶対に消えない。それで何か用があったのでは？主任がお前と話したいそうだ。こちらです、花尾さん。主任とつながっています。わかりました。上流も一緒にということです。お聞きの通りです。こちらへ。主任ってのは？大道寺一派の幹部という認識でよろしかろうと思います。実は私もそれ以上よく知りません。影の指揮官ってわけか。緊張しろとは言いませんが、せめて茶化さないでください。私にも立場というものがあります。来たか、花輪君。それと彼が上流だな。ええ、私の命を救ってくれました。とはいえ、花輪君がピンチになったのは、元をたどればその人が存在を嗅ぎつけられたせいでもある。いえ、近江連合の渡瀬が一枚上手だったんです。先日の金塊密輸は桐生一馬の生存をあぶり出すための茶番でした。我々全員が出し抜かれたんです。何にしても今の状況は大道寺と桐生さんの約束と違うものだ。彼は一切の情報を漏らさないように自分から
死んでやると申し出たんだからな。自分の生存を隠し、一生表に出ないという条件で我々と折り合った。約束は守ってもらわなければ意味がない。そうじゃないか、桐生さん。俺にどうしろってんだ。あんたの死亡を覆す情報は全て抹消する。手始めに今そこに身柄を押さえてある鶴の、その弟分獅子堂、そして花輪君をいたぶってくれた鶴野の手下どもだ。みんな渡瀬組の組員だろ。全部で何人になる？何？25名です。お前らまさか皆殺しにする気か？もう一人、渡瀬勝も加える。殺す以外に口を塞ぐ方法があればな。相手がヤクザとはいえ、私も大道寺って組織の冷酷さには怖くなる。しかしそいつに逆らったら次は自分の番だ。君も自分の身が可愛ければ誠意を見せないとな。桐生さん、お気持ちはわかりますが、ここは逆らわないでください。何？大きな組織です。秩序を保つには常に掟が鉄の硬さを持つと示さねばなりません。あなたが約束を交わしたのはそういう相手です。もしそれを軽んじるような真似をすれば、ペナルティーを受けるのはあなただけじゃない。あなたが人生を捨ててまで守ろうとした人たちもです。わかりますね？桐生さん、今度はあんたが取り調べよう。待て、俺はまだ言うてない情報がある。構わんよ、もうヤクザの情報などどうでもいい。分かってるな、上流。これはお前が忠誠心を見せる場だ。彼の言う通りです、残念ながら。くっ、あんたにはめられてる首輪はそこまで重いっちゅうことですか？上流、お前ら下がれ。鶴野、お前は行け。この建物さえ出りゃ助かる。外には海連合がうようよしてんだ。やっちまったな、上流。何やってる、鶴野、行け。この後はどうする気だったんです？あなた一人なら逃げるのもいいでしょう。でも沖縄の子供たちは。黙れ！あいつらに手出しはさせねえ。なら、あなたは取り返しのつかないミスを犯しました。残念ですよ、本当に。判断を誤りましたね。うちの番だった。Oh!
これはどうだ。すぐにその電話を切ってください。朝顔にかけているんでしょう。子供たちに逃げろとでも言う気ですか。もう手遅れです。私にこんなことをさせるなんて、恨みますよ桐生さん。すでに大道寺のエージェントが位置についています。沖縄の朝顔の前に今子供と同じ数の人員が控えています。花は、もしもし、どちら様でしょうか。あの、もしもし、もう切りますよ。アラートを出せば即座にこうした体制が取れる。大道寺一派は正しくあなたを警戒していました。リアルタイムの映像です。皆さん手を振ってください。わかった花は。連中を朝顔の前から引かせてくれ。頼む。あなたが服従の意思を見せてくれればすぐに分かるでしょう。私もこんなことしたくないんです。桐生一馬が上流に戻りました。朝顔を離れて結構です。あとはこちらで。本当に残念です、こんなことになって。なんてバカな真似をしたんです。あなたは鶴野を撃つべきだったんだ。
桐生一馬、これから処刑を執行する。じれったかったろうな。殺すならさっさと殺せってよ。立たせろ。花輪んとこに連れて行け。あれから何にしたった。お前が鶴野を逃がしてからってことなら3日だ。奴が助けに来てくれるとでも思ったが、残念だったな。沖縄の子供たちは。お前がそれ知ってどうなる。と言いたいとこだが、武士の情けだ。何も手を出してない。あの子たちは相変わらずお前がとっくに死んだもんと思って過ごしてる。今日本当にお前が死んだとこでそれは変わんねえだろ。恩に着る。キリュウさん。処刑の執行人はあんたか。なら最悪よりは少しマシだ。花輪はずっと優秀な管理者として大道寺に貢献してきた。だが今回は散々だったよ。目も当てられん事態だ。担当したエージェントを制御しきれず組織を危険にさらした。自分の蒔いた種は自分で刈り取ってもらう。ひざまずけ桐生。最後は潔くな。いつでもいいぞ花輪。今度はお前が忠誠心を示す番だ。桐生は命の恩人だろうが組織の指示に二度逆らってる。この処刑に依存はないな。信じられません。堂島の竜が何度も修羅場を生き抜いたあの桐生一馬が今私なんかに命を握られている。ああ。担当したエージェントを始末する。辛い仕事だよな。だから俺たちも同僚として協力は惜しまん。これで罪悪感が減るだろう。お前はやるしかなかったんだ。余計なこと考えるな。軽く引き金を引けば済む。それ以外の動きをすればお前も処分の対象だ。いいんだ花は。俺はもう3年前に死んでいた。あんたを恨んだりはしねえ。そうやってあなたはいつも真っ先に自分から犠牲にして、そんなことでどうやって今日まで生き残れたんです。花は、もともと今私が生きてるのはこの人に救ってもらったからだ。それも今回だけじゃない。私は彼に二度助けられている。いいんだな。よせ。何やってる花は。銃を拾え。覚悟があるわけじゃありません。それでも
やっぱりできないんです。私にあなたを殺すことはね。了解した。おい、見上げたもんだよ、花は。合格だ、二人とも。主任。わざわざご足労いただきまして。すまなかったな、桐生さん。それに花輪君、君らは今や肩書きや立場の枠を超える関係を築いてみせてくれた。それこそが大道寺を支える者たちの到達点だ。どういうことだ。友人でも他人でもなく、それでいて最もお互いを知る管理者とエージェント。桐生さん、あんたにとって花輪君はもうただの管理者じゃないだろう。逆にもしそうなっていなければ、桐生さんの命運もここまでのはずだった。花輪君の銃にはちゃんと弾を入れといたからな。なら、そいつが本当か確かめる。花輪、あのじいさんに向けて撃ってみろよ。今はやめてください、そういう冗談。まだ体が震えてます。大道寺にしては随分甘い裁定だ。ただこれにはちょっとした訳がある。まあ、鶴野さん。お前、近江連合本家の持つ不動産に渡瀬組が管轄するフロント企業の経営権、締めて500億の資産や、前もって親父から託されたもんです。それと引き換えに大道寺から桐生さんを生かすチャンスをもらいました。あんたを俺ら仲間に引き入れるため。うん、500億ぶら下げりゃどんな堅物だって股が緩む。大道寺のお偉方もその点なかなか柔軟だしな。桐生さんにチャンスをやるとして、あとは花輪君の決断に丸投げしたというわけだ。すると賭けは我々の勝ちと出た。あんたはしばらく渡瀬組に手を貸してやってくれ。彼らに限定して桐生一馬の生存を一時的に開示する。何でもでかい仕事になるらしい。それでいいかな。一派は500億手にして仕事は全部俺にさせるわけか。不服なら全部ご破産にしたって構わんよ。その時は500億を返上するし、あんたにはやっぱり死んでもらうことになる。鶴野さんにもな。選択の余地がねえことは分かってる。だが俺からも一つ条件を出させてくれ。桐生さん。もちろん聞く。言ってみろ。沖縄の子供たちへの監視を今すぐやめてくれ。あいつらの命が電話一本で奪われる。そんな状況を許すくらいなら俺は死んだ方がマシだ。俺が死ねばあんたらだって人員割いて朝顔を見張る必要はなくなる。そうだな。仮にうちが子供の監視をやめたと言ったとする。しかしあんたにそれが事実か確かめる方法はないだろう。そのことは承知してるか。約束を守ることにかけてはあんたらを信用している。
でなきゃ俺たちはとっくに決別していた。分かった。そんな風に言われると弱いな。あんたの条件を飲むよ。この私が保証人だ。交渉成立っちゅうことでええんやな。ああ、そういうことだ。まったく、命が助かっただけで御の字なのに、あなたから条件を出すなんて。500億出してまで必要とされるとは。あなたがすごいのか、渡瀬がバカなのか。おいこら、後のやつ取り消せや。あんたよく一言余計とか言われへんか。別に言われませんが。バカ言え、みんな気使って言わねえだけだよ。まさかそんなわけ。あ、桐生さん、仕事言うても今すぐどうこう言う気はありません。まずはしっかり回復してもらわな。後日電話させてもらいます。赤目にも知らせときますんで。桐生さんもあいつんとこやったら少しは落ち着くやろ。ああ、そうだな。住職、もしかして私を迎えに来てくれたのか。ええ、無理を聞いてくださり感謝します、主任。あんたから直々に命乞いされちゃうな。桐生さんのことも花輪君のことも無下にはできん。それでも渡瀬組の500億がなきゃ危なかった。あれでやっとお偉方と交渉の余地ができた。すると桐生さんは天に愛されているようですね。今のセリフ、本物の坊さんみたいだ。長い言葉あげてると板につくもんだな。それはどうも恐れ多いことです。